はい、こんにちは。ワクテガと申します。今回紹介するのはドラグマエルドリッチの動画になります。エルドリッチなんです。ドラグマエルドリッチは前に ADS でちょっと紹介したんですけど、今自分が使っているエルドリッチを現時点で、ね、使っているのをサイドエクストラ付きでやっていきたいと思います。紹介していきたいと思います。ドラグマを混ぜる理由としましては、まず召喚権を余っているのをこれ、ドラグマパニッシュメント、ドラグマパニッシュメントをサーチするカードに増やせることができる、召喚権をね。それが一番の理由で、プラス、天帝の使とか高校からでもある程度まくれるカードになっているという点ですね。天帝の使のおかげでかなり高校からの動き、要するにうららを打たれた後、例えば攻撃で金満のつぼにうららを打たれた後の動きが、まあな、なかなかに、シナジーがあるようになってきました。まあ、そうですね。それ以外だと、まあ、多少思うのがスキドレがちょっとアンチシナジーかなぐらいで、まあでもスキドレを維持できれば勝ちなので、今の時代本当スキドレで維持できればそれだけで勝ちなので、それぐらいかな。考えることはもうそれ以外は非常に使いやすいデッキになったんじゃないかなと自分では思います。さあ、それではやっていきましょう。まずはモンスターから。エルドリッチが3枚、ドラグマエクレシアが2枚、フルルドリス1枚、モンスターが以上です。次に魔法カード、強欲で金満の壺が3枚、禁じられた人しずくが1枚、呪われしエルドレンドが3枚、白き定めのエルドリクシルが2枚、超融合が2枚、天帝の使徒が3枚、そして魔法が以上でトラップカード、神の宣告3枚、ドラグマパニッシュメント2枚、無限抱擁が2枚、スキルドレインが3枚、黄金鏡のコンキスタドール3枚、黄金鏡のワッケーロ2枚、トアに輝けし黄金鏡が1枚、赤き血染めのエルドリクシルが3枚、王宮の直命が1枚。以上です。ね。はい、それではやっていきましょう。全部40枚です。まずは、エルドリッチ3枚、ここはいいとして、ドラグマ、エクレシアにフルルドリス1の布陣になっています。この理由としましては、被った時の弱さが尋常じゃないこと。エルドリッチはですね、僕の個人的な思いなんですけれども、他のモンスターを有するのは3枚までと決めています。だからサイフレームロードを採用したくなかったし、他の融合体、他のね、通常召喚権あるモンスターを、ね、誘発も採用したくなかった。だから3枚までと決めていますね。ですので、この3枚にしています。マクシムス、マクシムスは強みがあんまいまいちわかんないかなって気ですね。まあ、特に何なんだろう、出たところでっていう感じ。例えばまあマクシムス出すじゃないですか。で、3000の壁って持っててもしょうがないんですよね。で、こいつらは殴りに行けるんですけど、マクシムスの場合発動条件が被ってしまうし、天帝の使徒スタートというのが気に食わなかったので採用していません。フルルドリスもそうですね。1枚で十分かと思います。もう1回使えれば御の字。もう使えなくても、まあ、なんだろう、超融合のコストにできれば、ひとしずくのコストにできればいいかなってぐらいの気分でいった方がいいと思います。正直、これはもうサブウェポンぐらい。これに頼り切っててハンドにがめてると終わるので、もうエクレシアで持ってくるのはもうバニッシュメント一択です。で、魔法カード、攻撃的魔の壺祭。そして、ひとしずく。これを結構迷いました。まあ、ひとしずく相性いいんじゃないかってちょっと思われがちなんですけどね。例えば、ワッケーロとか、腐っているエルドリッチとか、あるいはフィールドにあるエルドランドとかを墓地に送りつつ、相手モンスターもこういうのできるから強いじゃんって思われがちなんですが、なかなかそういう風にはならないですよ。ぶっちゃけな話、黄金鏡とかはあるんだったらエルドリッチのコストにしたいですし、フィールドに SS したい、効果で使って SS したいと思うのが尋常なので、個人的にはそんなに言わないんじゃないかなと思ってます。ただまあドラグーンと相対してないので今のところ。ドラグーンとかを考えると、まあ2枚は必要なんじゃないかなと思う気はしますね。ここら辺は好みかな。で、ノロアイシエルドランド3枚、ここもいいかな。3枚は確定でしょう。で、白木定めのエルドリックシルが2枚。で、黒木、目覚めのエルドリックシル。ここなんですけども、フィールド上にエルドリッチを呼んでくるカードを出すのはちょっと微妙かなと思って入れていませんね。はい。あとまあ、黒木の場合だと、天帝の使徒からバスタードを落としてエンドフェーズにドラグマを SS するという流れはしにくいので、そういう意味を込めても、まあ、採用は見送りました。で、超融合。これはもう高校取った時用ですね。ですので、まあ、後で融合体見せますけれども、ちょっと融合体に結構偏ってます。エクストラが。出すモンスターをね。で、天帝の使徒。まあ、最強カードですね。もうここで確定で3枚。絶対3枚。ここがなくなっても確定で3枚です。合金に頼り切っているので、天帝が作用しない部分があるかもしれません。ぶっちゃけた話ね。まあ、ヌトスが3枚欲しい部分もあるんだけど、やっぱし、超融合用で分かなきゃなんないので、その辺は、結構分かれるかな。
まあ、飛んだら飛んだで、その時やな。で、トラップカード、神の宣告さんがご自身、バニシメント。ここも2枚にしても3枚は、やはり、ヌトス3枚入れてないので、使えればいいかな、ぐらいの次元でいた方がいいんじゃないかなって感じ。3枚入れるとやっぱ事故ると思う。被った時の弱さが尋常じゃないのね。で、無限放与が2枚で、スキルトレイン3枚かかって。で、黄金鏡が、コンギスタドール3枚分ける2枚、トアに輝くし、黄金鏡、ここまでで終わる。います、黄金鏡のガーディアンは、まあ、ドラグン殺しとはいえさすがにそこまで対応する理由がなかったですね。で、血染めのエルドリック州と大きな直面、従来のエルドリッチからすると多分大取り物とか、あとは神の通告警告、あと虚無空間などが採用できていなかったんですけれども、それよりかは高校意識して超融合などを入れた構築にしています。はい、そんなものかな。じゃあ、エクストラとサイドデッキの紹介をやって終わりにしましょう。はい、それでは、融合じゃねえわ、エクストラデッキとサイドデッキの紹介になります。まずはエクストラデッキから、急進ヌトスが2枚、怪人竜バスタードが2枚、スターメノフュージョンドラゴン1枚、ドラゴスタペリア1枚、沼地のドラゴン1枚、捕食植物キメラフレッシャーが1枚、融合モンスターが以上です。次にエクシズモンスター、グスタフマックス1枚に、エイクリットプレアデス1枚で、リンクはエクシズ以上かな。なんでここ違っとるんや、ボケー。ごめんなさい、ここですね。はい、あー、なんかもう、ちょっと待って。ちょっと、ずれまくった。くそ、ガツく。まあ。よし。はい、あえてノーカットできます。はい、何もなかったらいいね。で、シングルモンスターが、ウィンドペガサさんというのさ、1枚。次に、リングモンスター、リンクスパイダー1枚、トロイメアフィックス1枚、トロイメアユニコーン1枚、アクセスコードトーカーが1枚。以上ですね。はいはいはい。じゃあ次行きましょう。サイドデッキで魔法カード、ハーピーの羽根子1枚、ライティングストームが2枚、魔法カード以上です。次にモンスターカード、溶岩魔人ラバゴーレムが3枚、怪獣ラガメシェルが2枚、モンスターが以上です。次にトラップカード、拮抗勝負が3枚、次元障壁が3枚、虚無空間が1枚。以上です。じゃあ行ってみましょう。まずはキュースヌトス、ここ3枚入れてもいいと思います。正直ね。ただ入れたいカードがあったので、抜いてるだけで3枚入れてもいいです。まあ入れた方がベターかなって感じはします。まあ理由としましては単純に相手の、ドラグマバニッシュメント、天帝の人からの巻き返し。で、プラス、相手のマクシムスですね。ドラグママクシムス用で一番落としたいのがこのカードなので、やっぱし、先行で合金で2枚飛んだけど、1枚残ってるだけでもだいぶ違うと思うんでね。まあ、じゃあ3枚入れるって話だけどね。まあまあ、とりあえずこのデッキの構築では2枚と。はい。で、怪人竜バスタード。デッキから SS することができるので、単純にまあ1枚増やすことができる。デッキから持ってきてパニシメントを手札に加えられるというだけでも結構アドバンテージが出て、何より、例えば相手中に SS することができたとして、トラカメパニシメントでバスタードとしてデッキからね、エクレシアを持ってきて、デッキからパニシメント持ってくる場合、それを単純に打つのではなく、1個エルドリッチの弾として使うっていうのもありと思います。何より、このエルドリッチって魔法トラップカードを手札に加える手段って、正味、あれしかないんですよね。エルドランドしかないんですよ。で、それが、で、エルドランドではどっちかというと黄金鏡をサーチしたいわけですね。エルドリッチか。エルドリッチか黄金鏡をサーチしてないので、そこで、揃うように持ってくるよりも、まあ、発動機会ねえな、バレてるんだな、と思うようなパニシメントを捨てる方が良い場面もあります。あくまでもあるだけで、考えておけばいいかなっていうぐらい。で、こっからが超融合用、スターメイのフュージョンドラゴン、ドラゴンスタピリア、ドラゴン、ドラゴン、ドラキメラフレシア。ここら辺、ここら辺、ここら辺は、まあ、そうですね。まあ、アナコンダ用ですね、超融合用。ドラゴンはいろんなカードに使えるので、これも2枚欲しいカードではあったんですが、まあ、とりあえず1枚かなって感じです。で、グサマックス、超プレアです。ここもエクシーズとしていきましょう。で、ウィンドパイガスだという際は3枚目のヌトスと思ってください。ここヌトスでいいかな。変えるんだとしたら。で、リンクスパイダー、トラメエクストレミエのアクセスコードとか、アクセスコードとか最後の切り合い、あれですね。巻き返しですね。で、サイドデッキは特に言うことないんですけど、魔法はいいとして、ここ、ラバゴーレムとガメシエル。ラバゴーレムはもう、例えばアダマシアとか遠征騎士みたいな大量布陣の場合に入れるということと、こっちの場合はドラグン用ですね。ドラグンで入れる、ドラグンだけを考えるなら、ラバゴーレムよりもガメシエルの方がいいです。
最悪スビキンで引いた真空眼融合で出てきたドラグーン1体に出すすべもなくやられて、ああ終わりってことがあるので、それだったらガメシエルの方がいい。まあ、ガメシエル2投入、ラバゴーレム1投入ぐらいな。で、拮抗勝負。で、この4枚は、先行用ですね。先行取った時を、ここから上、この11枚は後行用ですけど、この4枚は先行用で。次元障壁、融合用ですね。融合シンクロ、ペンデュラム用で、キョム空間1ですね。もう、羽暴起レッドリブートへの対策はもう諦めました。もう、エクストラにヤブヘビとか入れてる暇がないので。はい、以上ですね。ドラグマエルドリッチの紹介でした。もし次にエルドリッチをやるとしたら、ヌメロンエルドリッチの紹介とかできたらいいかなと思います。それでは、バクテリアでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。